オベルネは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン。ストラスブール南西とストラスブール国際空港から約20分のところにある。フランクフルトアムマインバーゼル間を走るドイツの高速道路からは30分かかる。最古に記録されたオベルネの名称はエニャヘイム、またはイアンハイムである。これは、ゲルマン語圏のオーバーマイナスに由来する。ハイムとは村。 エントは、ライン川の支流の名称である。オーベルネの綴りは、古いアルザス語がフランス語化したものであるらしい。オベルネ一帯は、7世紀に、アルザスの公爵の領地だった。またオベルネは、アルザス公爵エティションアダルリクの娘で、アルザスの守護聖人である聖オディールの生誕地である。生まれつき盲目であったオディールは父親に疎んじられ、ブルゴーニュの修道院で育てられ、 宣令を受けた。この時奇跡が起こり、オディールは視力を取り戻したと伝えられている。エティションアダルリックは山を提供し、そこにホーエンベルク修道院を建て、オディールは初代修道院長となった。オベルネから1 5トル離れたところにある、この修道院はアルザスの巡礼地となっている。オベルネが最初にその名を表すのは778年である。それは、 ホーエンビルクとニーダーミンスターの領収動員に依存していた。ホーエンシュタウフェンケが11世紀後半にオベルネ城を建築している。12世紀のオベルネの繁栄の時代は今もコミューンの風景の中に名残を留めている。1240年代、オベルネは都市に昇格し、1280年代に帝国都市となった。市民が聖母マリアに捧げた教会と城を建てたのも、 この時代である。1354年には中都市同盟に加盟した。帝国都市であったオベルネは神聖ローマ皇帝の直接支配下にあり、都市が皇帝に守られるのと引き換えに皇帝を支持し資金と兵士を供給していた。帝国の中では小さな存在であるオベルネは行政権を持っていた。独自に税を徴収し、司法権を行使し、形状も構えていた。オベルネには、 公共の秩序を保つための法律があり、14世紀後半に記された要筆詩には、市が犯罪者から罰金を徴収していたことが記されている。オベルネには13世紀から反戦ンン死病患者のコロニーがあり、14世紀には病院が作られた。14世紀には公衆浴場が市内に3カ所あった。中世後期のオベルネは堀で囲まれ、 三十八の塔と十二の門を備えた二重の城壁に囲まれていた。十五世紀から十六世紀がオベルネの絶頂期であった。一五六十二年皇帝フェルディナント一世がオベルネを訪問している。十七世紀の三十年戦争でオベルネは荒廃し、スウェーデン軍、帝国軍によって占領された。一六七九年、内命編の和訳によりオベルネは フランス王国に並行され、神聖ローマ帝国時代にあった政治的自治が失われた。不仏戦争後、オベルネを含むアルザスがドイツ帝国に並行され、1918年まで支配された。ありがとうございます。